者西谷修です。といっても職業的な哲学者ではなく、ソクラテス的な意味での哲学者です。世界戦争以後、人間の死が見えなくなり、死の不可能な時代に入ったということをテーマにして、戦争や共同性、世界史の枠組み、科学技術の意味、その中での日本の運命といったことについて、主にフランスの哲学者たちと考えてきました。グローバル化のもと、文明のいわゆる進歩の拡大も、それによって増幅される最悪も、多様に分散するようになりました。それぞれの言語で生きるそれぞれの地域の人々が経験の中から鍛え上げる思考を相互に分かち合う、そのことの必要性と緊急性をますます強く感じています。 PWD がそのためのチャンスに満ちた場となればと願っています。